はい、皆さんこんにちは、バデルグルビジです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッション15からやっていきましょう。大英帝国の誇る名サブマリーナクリス・ストリンガー大佐が指揮する潜水艦隊に挑むという内容です。海域はニューヨーク沖です。平均深度はわずか10メートルというところですね。敵の潜水艦隊は列強各国の有名元帥からなる連合部隊、フランス、インド、中国、そしてイギリスということですね。では早速魚雷の準備始めていきましょう。元帥部隊が相手ということなので、魚雷もね、当然それに見合ったものを用意していきたいと思います。マーク50の魚雷をまず12本、トマホークは減らしましょう。で、代わりにシーランス、これを残り全部持っていきます。で、魚雷の方なんですけども、ご報告があってですね、レベルを上げてマーク70の魚雷、マーク70の魚雷になってます。で、その他もかなりレベルアップしているんですが、ポイントとしては命中率、ここもね最高レベルに上げているということでご紹介しておきたいと思います。では早速ミッションを開始していきましょう。ここまで来るともうこのヤマトをまさに無双状態というところに入っているので、今回もねサクッと敵の潜水艦部隊を沈めていきたいと思います。ではまずはボトムについて敵の配置状況を探っていきます。さあ、敵発見しました。速度が出すぎているので速度を落としつつですね、ここはシーランスは撃ちづらいので、マーク50の魚雷早めに撃ちたいので1番艦から発射します。敵よりも先に撃ちたいですからね。敵の魚雷撃ってきた。こちらの魚雷は命中。この爆発音で魚雷が乱れてくれればいいんですけどね。ちょっと微妙なのでデコイ発射しておきます。では続いて優先を打っておきます。これが外れてしまったので、さらに優先魚雷、マーク50の魚雷がちょっとそこを突くのが早いかもしれないですね。これが命中。どれちゃんと撃沈です。では次の標的に向かいます。さあ、今マンハッタンの、中に入ってきたんですかね。結構狭いところを航行してます。ここで敵と遭遇するとやっぱりね、魚雷を先に撃たなきゃいけないっていう状況になると思うという話をしてたところで敵発見です。先に魚雷撃ちたい。ここもどうだろう、シーランスよりかマーク50の魚雷1番艦から撃った方がいいですね。敵も多分早々に魚雷撃ってくると思う。撃ってきましたね。ここもデコイを撃って回避しておきます。さらにこちらの魚雷も敵のデコイでかわされましたね。そうなると優先弾で今度は直撃を狙います。命中、撃沈です。さらに敵発見。攻撃を先にね、先手先手で仕掛けていきます。またデコイで回避してくると思うのですかさず優先弾持ちます。タイヤです。命中してます。
さらにね、この優先魚雷でとどめを刺しましょう。かわされた。では、さらに優先弾で1番くんから魚雷発射。これもかわされましたね。ちょっと距離がだいぶ近いので怖いですが、優先弾撃ちましょう。命中。タイヤです。ちょっとまだ残ってますね。なかなかタイヤですわ。耐久力がある。トラファルガー級のタイヤです。では、ちょっと、すれ違ってすかさず、反転。魚雷を撃っていきたいと思います。うん。さらに敵の、潜水艦。この辺りは敵の数が多くこの辺りに潜んでいるなというのがよくわかりますね。さらに魚雷。さらに魚雷。ここは魚雷をもらっちゃいましたね。ここから先はだいぶ敵が多そうなので反転するところがね、ちょっとなかなかなかったんですが、ここで反転できそうなので、反転して、今見つけた3隻、これね、とりあえず、葬り去りたいと思います。デコイの数が少ないですが、まずはデコイを打って、敵の魚雷をかわします。ん、優先弾だ。やられた。食らうぞ。食らったー。いやいやいや、だいぶ余裕をかましてきましたけど、なかなか苦戦しそうな気配がするな。この狭いところだとね、シーランスがなかなかうまくはまらないというところもあって、マーク50の魚雷で対抗してるんですけども、マーク50の魚雷だと一撃で倒せないケースもあって、そこで、だいぶ計画が狂いましたね。しょうがない。そしたらですね、ちょっとここからは、もう、マーク50の魚雷が、そもそも少ないので、シーランスで戦える場所を、選んでいきたいと思います。シーランス、トラファルガーに命中。落としましたね。さらにシーランス命中。タイヤです。撃沈。まあやっぱりシーランスだな。すれ違いざまにここもシーランスで撃沈しましょう。エムロード撃沈です。ちょっとここの狭いところで潜水艦の攻撃をだいぶ受けてしまったかなというところで、さらに敵の潜水艦。ただ敵は横向いてるので、これ絶好の好機ですよね。ここで先に魚雷撃ちましょう。最後のマーク50の魚雷ですね。グリスストリンガーがここにいました。これを沈めれば、とりあえずこのステージは攻略完了ということになるので、シーランスも4本撃ちます。これでもう決めたい。まずは、
どうだろう。命中しなかったかな。あとは、4連装で放った。シラス。これもちょっと爆発で、無力化されてますね。ぐらいシーラス命中撃沈です。だいぶダメージを負ったのでもう一発もらったらヤマトも危なかったかなというところですが、なんとかね、シリーズを受けることができました。では続いてミッションの16に移ります。ロシア海軍、ユーリ・アンドロポフ少将が指揮するロシア太平洋艦隊に挑むと。この方面の全兵力が投入されているということですね。合計11隻もの水上艦が確認されていると。最新鋭空母、さらに潜水艦もいる模様ということですね。ではまずは、先ほどの敵の原潜部隊と戦ったダメージを回復して、さらに水上艦も多いということなので、トマホーク、これを、まあ、24本、シーランス、さらにマーク50の魚雷、これも増やしていきたいと思います。デコイもね、さっき使ってしまったので補充しましょう。で、持っていく装備は確認できたので、余った16万ポイントを使って、レベルを上げていきましょう。発見率を上げるか、装填の速度を上げるかというところなんですけど、ここは、発見率を上げていきましょう。まあ、相当数の敵兵力ということなので、効率よく、かつ、攻撃するときは、確実にね、一回の攻撃で仕留められるようにということを心がけていきたいと思います。さっきはね、ちょっと出し惜しみをして、仕留められず、狭いところで、ね、だいぶ苦戦してしまったというのがありますからね。発見しました。マーク50の魚雷、まずは一発撃ちます。ドライネチュー、コバチョビッチ撃沈ですね。さあ、では次々と敵が現れると思うので見つけては撃つというのをね、やっていきます。正体不明艦ですけど命中しましたね。これ潜水艦だな。おそらく浮上していたんでしょうね。戦闘艦ドルフィン。撃沈です。ビクター級発見しました。これもね、先制攻撃で魚雷を撃っていきます。マーク50の魚雷。1番艦から発射。外したらすかさず第2弾攻撃へと移っていきます。さらに、右から潜水艦。後方からも対水ヘリからの攻撃が来てますね。ボバンは撃沈です。では、次の敵の潜水艦、発見してますので、これに攻撃を、していきましょう。ドライメチュー、ジョロビッチ。撃沈です。さあ、敵のヘリ、対水ヘリが飛んでます。これの戻るところに敵の母艦があると思うんで、ちょっとそちらの方に向かっていきたいと思います。
さらに嫌いも仕掛けられてますね。さあ、敵の大水上部隊発見しました。ここからはトマホークの威力を、発揮していきましょう。命中。イサコフ。撃沈です。グローズの撃沈です。さあ、敵の機関発見してます。これはヘリ空母なんですかね。空母 A グズネツォフに命中してます。まあさすがにね、空母なのでトマホーク一発では撃沈までは持っていけませんでした。ただ今度はトマホーク4発同時にね、放っていってます。ちょっと外してしまいましたけど、まだトマホークに余裕はあるので、ここも通常弾頭で4本発射します。命中。4本刺さればおそらく撃沈できると思いますね。はい。撃沈です。もう一隻視認できるところに、敵艦ありましたけども、まあ、機関を撃沈したということでミッションクリアです。はい。というわけで、今回は2つのミッションプレイしてきました。まあ、潜水艦戦は、かなり苦戦しましたけども、トマホークが使える対水上艦戦は、だいぶスムーズに攻略できたのかなというふうに思います。では、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。